皆さんこんにちは、佐々木心音です。私が出演した映画マリアの乳房が新宿ケーズシネマにて6月14日から公開します。レイトショーなんで夜9時からです。よろしくお願いします。この作品は超能力を持った売春婦の女の子マオということ立花という男性が出会い、そうですね、ぶつかり合ったりいろんな人間らしい生々しいことが起きていくんですけど、その中でたくさんの愛が描かれている作品です。とっても温かくてでも心がギュッと締め付けられるようなそんな思いになる作品なんじゃないかなと思っております。ぜひご覧ください。よろしくお願いします。そして6月14日初日はですね、舞台挨拶があります。私も舞台挨拶に駆けつけますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。